yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane。どうもこんにちは、モノグラフの堀口です。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。突然なんですけども、皆さんコーヒーって好きですか？僕はですね、自分の、会社にドリップってつけるぐらいなので、そこそこ好きではあるんですけれども、よくね、家でもコーヒー入れたりとかカフェにね行ったりして、コーヒーは本当に1日も 2,3 杯はね飲んでます。自分の手で入れる、ドリップコーヒーもねすごく好きなんですけれども、同じくらいねラテも好きなんですよね。カフェラテがすごい好きで、いろんなねカフェで飲んだりするんですけど、それをね家で入れようかなと思うと結構難しいんですよね。カフェラテってエスプレッソとミルク、これを混ぜ合わせて作るんですけれども、そのエスプレッソですね、これをね自宅で作るの結構手間かかるんですよね。すごいでっかいエスプレッソマシンとか入れて、それでこう、抽出をして、でかつですね、そのエスプレッソマシンも結構その掃除がね大変というか手がかかるっていうところで、すごく広い家だったらいいんですけども、今の家だとちょっとね置く場所がないかなというふうに思ってるんですね。でも自宅でカフェラテを作るのってちょっと憧れないですか？自宅でこうカフェラテ入れて、で自分で飲むっていうのもね、一個の理想というかね、こう憧れの形の一つだと思うんですね。今日はそんな自宅でカフェラテを入れるっていう夢を叶えてくれる、面白いねアイテムを、ちょっとご紹介したいなと思います。それがこちらですね。ライトアップコーヒーさんっていうね、コーヒー屋さんが出している、エスプレッソキューブっていう名前の、氷でね固めたキューブ状のエスプレッソですね。このエスプレッソキューブを出しているライトアップコーヒーさん、僕もね、行ったことあるんですけれども、吉祥寺にあるお店で、自家焙煎というね、自分のところでちゃんとコーヒー豆を焙煎して販売したり、お店ね入れたりしているお店なんですけれども、すごくね味にこだわっている印象があったというか、僕はテイスティング会、いろんなコーヒーのね豆の抽出の方法によって味がこれだけ変わりますよというテイスティングのね会に参加したんですけども、その時のね説明もすごく分かりやすかったですし、確かにねこういろんな味の違いが分かった上でそれを提供してるんだなっていうのが伝わってきて、すごくねこだわりの強いお店というか、コーヒーに対して思いのね強いお店だなっていう印象があるんですね。でそこが出している、エスプレッソキューブっていうことでね、味だったりとかね質の信頼感っていうところはすごくね、期待をしています。コーヒーの質だったり、こう味のね美味しさっていうところはかなりね信頼できるなと思ってます。そしてこの、エスプレッソキューブというのは、先ほどね、言った通りエスプレッソを、固めて、凍らせて固めてキューブ状にしたものですね。ネットで購入できるんですけれども、こんな感じでパックに入っていて、その中にはですね、こんな感じで小分けに包装された形でね、入っています。これねすごくいいアイデアだなと思って、こうツイートをね、見てたんですけれども、そしたらですねちょうど興奮にというかですね、中の人がもしよかったらこれ飲んでみてくださいってご連絡をいただいて、で届いてね最近ねこちらでコーヒー飲んでます。こちら開けるとこんな感じで、キューブ状のね、四角い形に固められたエスプレッソのキューブになってまして、このキューブを、溶かしながら使うことで、自宅で簡単にですねエスプレッソを使ったコーヒーっていうのをね入れることができます。このエスプレッソキューブですね、非常にねエスプレッソを固めただけっていうシンプルなアイデアではあるんですけれども、かなりねいろんな楽しみ方ができるんですね。ホットにしたりアイスにしたりね、いろんなものと混ぜたりっていうことで、いろんなタイプのねコーヒーを楽しむことができます。まずはねホットなんですけれども、一番簡単というかね分かりやすいのは、このねエスプレッソキューブをお湯で溶かして、アメリカーノにするっていう方法ですね。エスプレッソをお湯で薄めたものをねアメリカーノっていうんですけれども、ドリップコーヒーよりもねちょっとすっきりした味というか、さっぱりしたね、味わいで飲めるコーヒーですね。なのでこう家でね自分でこう豆をひいて入れてもいいんですけれども、手軽にねすっきりしたコーヒーを飲みたいっていう時に、こちらですね、エスプレッソキューブにお湯を入れて、でそのままね飲むっていうのが一番シンプルなね、楽しみ方ですね。このアメリカーノはですね同じようにこうアイスコーヒーにもできます。一回ねこう電子レンジで溶かしたこのエスプレッソキューブにですね氷水で割ってあげれば、そのままねアイスアメリカーノになるので、手軽にねアイスコーヒーを入れたりすることもできますね。あとやっぱり僕がやりたかったのはカフェラテですね。こんな感じでまずエスプレッソキューブを電子レンジでね、溶かして、で溶かした状態のものを、冷やしたですねミルクの中にこうやって入れてあげる。もうこれだけでカフェラテが完成するんですね。もうこれでお店の味というか、なかなかこう自宅では難しいカフェラテを、家の中で入れることができるようになります。僕はコーヒーもカフェラテもストレートで飲むことが多いんですけれども、砂糖を入れてね甘くしてもいいですし、使い方の、例で書いてあってこれはいいなと思ったんですけど、
バニラアイスに溶かしてこうアフォガードみたいにね楽しむこともできるんですね。このエスプレッソの原液、これがあるだけで結構家の中でできる楽しみ方、コーヒーの楽しみ方っていうのが結構広がるんですよね。僕は東京の中目黒っていうところに、ね、住んでるので、まあ、近くにカフェが多いので、まあ、結構手軽にですねカフェラテとかカフェモカとかね飲めるんですけれども、まあ、みんながみんなそうじゃないと思うんですよ。近くにこうカフェがありませんとか、あとは今時期柄ですね、まあ、ソーシャルディスタンス気をつけなきゃいけないので、なかなかねこうカフェに行きづらいっていう人も多いと思うんですよね。でその時にこのエスプレッソキューブすごいねいいアイデアだと思うんですね。自宅で簡単に、エスプレッソが作れて、でしかもねそれがちゃんとライトアップコーヒーさんという、まあ、信頼のあるね実績のある、コーヒー屋さんが入れてくれた、抽出してくれたエスプレッソでっていうことで、家の中でねコーヒーを存分に楽しめる素晴らしいねアイデアだと思いますね。でこちらのエスプレッソキューブですね、まあ、値段のところなんですけれども、まあ、買う、ね、個数によっても違うんですけれど、大体、ね、1個あたり200円から300円ぐらいの間なんですね。このエスプレッソキューブの値段なんですけれど も今はですね1個大体200円から300円ぐらいの間なんですね。お店で飲むよりは全然安いですし、まあ、この値段でねライトアップコーヒーさんの、まあ、ちゃんと抽出したエスプレッソが飲めるんだったら全然ね、僕は値段としてはありかなと思います。あとこのエスプレッソキューブはですね、あの冷凍で保存ができるので、もういくらでもね、持つんですよね。冷凍庫の中に入れておけばねずっと長く楽しめるので、僕もちょっと定期的に買ってですね、まあ、ストックをして家の中でこうカフェラテ飲みたいなっていう時はこちらのねキューブ使ってみようかなと思います。一応ね、概要欄にリンクは書いておきますので、気になった方はね、そちら見てみてください。まあねこんな時期なんですけども、家でもね本格的なこうラテが飲みたいよっていう方はですね、まあ、ぜひ第一歩として、こちら検討してみてください。はい、こんな感じでですね、まあ、あんまコーヒーの話はね普段しないんですけれども、いつもはねこうガジェットの話だったりとかこうインテリアの話しておりますので、もしねこの動画がいいなと思ってくれた方は、ぜひいいねもしくはチャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。モノグラフの堀口でした。バイバーイ。